テーブル選びが、つまんない。ほうほう。サイズがでかすぎると、部屋が狭くなるよ。でも作業スペースはないと、何かと不便だよ。さらに高さも合ってないと、バランス悪くて使いにくいよ。どいつもこいつも、減点方式やめろ。完璧に選ばないと失敗するみたいな、恐怖で人を操って話を聞かせようとしてくるんだよね。マジでネットで検索するとさ、失敗しないための、テーブルの選び方ばっかり出てくるんだけどさ、失敗しないために、うん万円のテーブル買うかっちゅうねん。まさにおっしゃる通り、大事なご予算を使って、そんな買い方はもったいない。わざわざ株を選ぶのなら失敗から逃げ惑うよりも、大成功を目指す方が楽しいでしょう。いろんな株がある中でも、実はテーブルやデスクの天板選びは加点方式なんです。そうなの？失敗を避けることも大切ですが、せっかくの株選び、テンションの上がる判断基準も知っておきましょう。いえいえ素晴らしい。金遣いが荒そうな発想だけどかかってこい。様子のおかしいインテリア店。テーブルやデスクの天板ってね、こだわると幸せになれる、とっても楽しいポイントなんですよ。散財を煽るタイプの導入。株を選ぶとき基本的な考え方としては、お部屋の目立つ場所に投資しろ、ってことなんですけれど、だけどテーブルデスクの天板だけは、フォーカルポイントや資格とは、関係なく目立っちゃうんです。そんなことある？こういう配置のデスクにこだわっても、お部屋全体の印象に与えるインパクトは少なくない？確かにこの配置だと入室時に資格になりますが、お部屋のどこに置いてあろうが、テーブルを使用するときは、前に座って使うでしょ？おーおー、テーブルデスクはいろんな課題の中でダントツに、使用時に目線が近くなる株なんです。例えば本棚であれば目立たせたくなかったら四角に配置で OK。 例えば収納ボックスであれば目立たせたくなかったら隠す収納で OK。 だけどデスクやテーブルはどんだけ四角に置いてもいざ使うときは絶対目のすぐ先に天板があるんですよ。本を読むとかパソコンを使うとかテーブルや机には具体的な用途がありますもんね。また株ってのは生活の中でよく見る角度のビジュアルがかっこいいほど上物とされています。うむりうむり、さっきも言ってた目立つ場所ほど投資せよの法則ですな。例えばディスプレイラックは正面がかっこいいとテンション上がりますし、逆にダイニング用の椅子なんかは背面がおしゃれだと嬉しい課題です。背面って大事なの？椅子って普段はテーブルで隠れるから正面が見えない状態になりますんでね。実生活で一番よく見かける姿、後ろから見たデザインが美しい、バッシャンなモデルほど美人だとされていますよ。椅子オタクが好きそうな話題となると、これらと同様に考えた場合、テーブルデスクのよく見る角度はどうなるでしょうか？言わずもがな、テーブルの最もよく見る角度だなんて、そんなもんお部屋のどこに配置されていようが天板見下ろしに決まってるんですよ。ほいほい、ご飯食べる時も勉強する時もこの角度で使いますわな。しかも着席時には先ほども触れました通り、自分の顔から天板までの目線の近さも相当なものですからね。インテリアの世界で目の先30センチみたいな距離感、なかなかありませんよ。確かに、頻度的にも距離的にも、テーブルの上ってのは必然的に、ガン見されがちな、特殊なエリアなんですよ。一理はあるかもしれませんなぁ。ということはつまり、インテリアの世界でトップクラスに、素材感がダイレクトに伝わってしまうもの、それがテーブルデスクの天板、と言っても過言ではないでしょう。サイズはきちんと選ぼうとか、円形テーブルならお部屋に曲線を足せるよとか、足が細いと圧迫感が少ないでとか、テーブルデスクの判断基準はいろいろあるんですけれど、天板を安っぽくしない、気分の上がる天板を選ぶ、というのは個人的に超重要な加点方式で株を選べるポイントだと思ってますよ。確かにそれは加点方式ですな。まとめ1、テーブルデスクの天板はわざわざ近づいて使用するので配置と関係なく目立つ、着席して使用するので目線が近いなどの理由により生活シーンの中で非常に目立ちます。その分素材の高級感が伝わりやすいので投資すると楽しい部分でもありますよ。様子のおかしいインテリア店。もう一点、実はテーブルデスクの天板には大事な役割があります。なんぞなんぞ。机の上ってのはね、SNS に載せる写真を撮るときに背景の仕事をするんです。あーはいはい、わかるような気がします。オタクが SNS に写真を投稿するとき、部屋全体のパターンあんまりないんですよ。ゲットした戦利品は机の上に載せてアップするんだよ。確かに、オタクだけに限りません。物撮りならなんだってそうです。フードコーディネーターさんが写真を撮るとき、どれだけ天板やテーブルクロスにこだわってるかって話ですよ。言われてみればそうかもね。デリで買って盛り付けただけなの。言ってみてー。リビングテーブル、ダイニングテーブル、サイドテーブル、勉強用デスク、仕事用デスク、いろいろありますけれど、上から見下ろして撮影するのは全部一緒です。テーブルデスクの天板はいわば家系インスタグラマーのマイ背景なんですよ。うむりうむり、ただのご飯を食べる台としてじゃなくて、ただの勉強するための台としてじゃなくて、テーブルデスクの天板は自分だけのマイ背景を選ぶつもりで探すのです。よくまあそんだけ投資する口実を考えつきますね。ただしこれ、肉眼で至近距離で見る株だからこそ素材感が大事という話なので、ネット通販とかで写真を見て選ぶんじゃなくて、ちゃんと実物を見ないと買いにくい株ってことでもありますよ。商品写真のイメージが実物と違ったら大打撃ってことですね。信用してるブランドで品質に自信があるとか、同じブランドの別アイテムで素材感を知ってるとか、自分なりの根拠があるなら A 屋で買うのもありですが、ブロガーとか YouTuber とかの怪しいおすすめ30選は鵜呑みにせず、なるべく実店舗でいろいろ探してみてね。うちのチャンネルも実物見せられないから弱いというね。まとめに、テーブルデスクの天板は、グッズや雑貨を撮影するときに、背景の仕事をしてくれます。SNS 用の写真を撮るのがお好きな方は、テーブルデスクの天板にこだわっておくと、写真の見栄えをずっと底上げできますよ。様子のおかしいインテリア店。
というわけで、テーブルデスクの天板というものは、わざわざ近づくから配置と関係なく目立つ、着席するから目線が近い、写真を撮る時の背景になる、などなど生活シーンに即した事情により、なんとなくのイメージよりも、ずっと選びがいがある、インテリア的に楽しい重要ポイントです。機能や便利さを、おろそかにしろという話ではありませんが、テーブル天板のビジュアルは、投資した分だけちゃんと幸せになれる部分ですので、よかったら家具選びのご参考にしてくださいませ。よーし、いろいろ探しちゃおっかなー。天板がかっこいいテーブル、高すぎます。気長に探してね。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。